皆さんこんにちは、フィレンツェチャンネルのハルコンです。今日もよろしくお願いいたします。ここはイタリア・フィレンツェ、フィレンツェ中央駅の駅前広場です。遠くから救急車のサイレンが聞こえてきます。どうやらこちらの方向に近づいてきているようです。あ、救急車が近づいてきていますね。救急車がすごい勢いで走り抜けていきました。本日イタリア政府が発表した新型コロナウイルスの感染者はなんと 53,578 人、死者が 4,825 人となっています。イタリアの新型コロナウイルスの感染拡大は止まりません。現在イタリアには移動制限という法令があり、国民の外出が制限されています。今日はこのように不安と緊張が広がるイタリア・フィレンツェのナツィオナーレ通りとインディペンデンツァ広場の様子を見ていきましょう。ではここフィレンツェ中央駅からスタートです。ここを右に曲がるとナツィオナーレ通りです。ナツィオナーレ通りはフィレンツェ中央駅に通じるメインストリートです。しばらく来ないうちにこのようにお寿司屋さんができていました。この道路は普段交通量がとても激しく、渋滞が毎日ものすごいことで有名な道路ですが、今日はこのように閑散としています。車が全然走っていませんね。このように道路の真ん中を歩けるということは普段ないので、せっかくなので道路の真ん中を歩いてみましょう。ここはフィウメ通りです。あ、宅配業者のお兄さんが自転車で逆走していますね。この道路は一方通行なので普段はこのように逆走はできませんが、今日は車が全然いないのでこのように逆走してるんですね。あ、皆さん覚えていらっしゃいますか？あの左にあるのがフィレンツェ中央市場です。奥にあるのがサンロレンツォ教会です。サンロレンツォ地区はこの間ご紹介したので、よかったら他の動画も見てみてくださいね。ここを右に曲がるとキアラ通りです。この先にあるのが中央市場広場です。あ、この右側の車には駐車違反の切符がありますね。このようにイタリアでも歩道に駐車すると違反になります。ここがフィレンツェ中央市場前広場です。いつもは賑わっているこの広場も今日は誰もいません。サンロレンツォ地区の回廊です。いつもは革製品のスタンドでいっぱいなので、このように何もない道路を見るのは初めてのことです。あ、中央市場を開いていますね。さあ、ナツィオナーレ通りに戻りましょう。この左にあるのがインディペンデンツァ広場です。普段はたくさんの人たちでにぎわっているこの広場ですが、今日はこのように閑散としています。
本当はこの先にあるバスト野菜の様子もお見せしたかったのですが、今日は警報がかかっているのでこの辺にしておきましょう。このようにフィレンツェチャンネルではイタリアからダイレクトにニュースをお伝えしておりますので、高評価とチャンネル登録のよろしくお願いいたします。最後までご視聴どうもありがとうございました。皆様もお体どうぞくれぐれも大切になってくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。